交通事故防止ワンポイント講座。今回のテーマは雨の日の事故防止です。雨の日は視界を妨げる要因が増えます。危険を早く察知するためにも視界の確保が重要なポイントです。日頃からワイパー、ガラス、タイヤの点検をしましょう。また雨の日は道路が滑りやすくなっています。道路のペイントやグレーチングの上も滑りやすくなっているので、バイクや自転車を運転する場合には特に注意が必要です。また普段よりも車間距離をとって急のうっつく運転は厳禁です。自転車の傘差し運転は違反になりますが、歩行者の方も傘を差しているときは視界が狭くなるので注意が必要です。また夕暮れ時から夜間は反射材を活用しましょう。以上のポイントを守ってみんなで事故を防ぎましょう。